こんにちは、ABS プロスタッフの徳井和則です。今回はコロンビア社最新作アウトルックのレポートをお送りいたします。オーソリティのレポートでも記載しましたが、コロンビア300トラックがブランゼックの傘下に入ることで EBI の蓄えた技術とブランゼックの技術の融合が起きました。それは今までの EBI でもブランゼックでもなせなかったケミカルの化学反応であり、これこそ時代をリードする大々的な革新になることは言うまでもありません。今後は相互のウレタンや添加物ケミカルで新たな発見が進むことは容易であり、非常にこれからの動向が気になるブランドと言えるでしょう。その中でアウトルックは今回走り系を担ったもう一つのコロンビア300製品で、旧コロンビアのカオスのカバーをブランゼックでパールにバージョンアップさせた、領域的には MP ミッドパフォーマンスを担う製品です。エキサイターバックスパールリアクティブはカオスで使用したカバーのパールバージョンで、コアは新開発のアウトルックコア RG2.533 とデルタ RG0.047 で、完成的には若干高く感じますが、コアの運動はかなり早めに動き出しているようにも思います。オーソリティと比べるとキャッチは奥に行っているように見えるのですが、カバーとの相性なのでしょうか。数値以上の転がり方とキャッチ感が得られるので、走っているようにも見えるのですが、キャッチしながら走るという印象が出ています。テスト段階で表面を箱出しより光らせたり曇らせたりして比較を行いましたが、曇らせて領域を上げるよりもさらに光らせてミディアムから以下で使用する方がカバーとコアのバランスと動きそのものがマッチしているようにも感じました。転がり感が出ているので派手に動くというよりは、コントロール性と細かい軸移動でストライクアングルへの入射角も取れているところは好印象です。ブランズイック真骨頂のダイナミコアシステムで、甲高い音と高反発のピンキャリーが皆様の点数をサポートしてくれるでしょう。ミディアムを中心に
転がり感も生かしながら操作性の高い味のあるリアクションが特徴です。いやいや遅めのコンディションのベンチマーク的な役割を果たすボールと言えるでしょう。ぜひ皆様このコロンビア最新作アウトルックお試しください。